ドロテア・ケーリングは、ドイツ・ケムニッツ出身の女子テニス選手。1912年のストックホルム五輪で、女子シングルスの銀メダルと混合ダブルスの金メダルを獲得し、ドイツにおける女子テニスの先駆けになった人である。ドラ・ケーリングの名前で文献に記載されることも多い。1912年ストックホルム五輪では、テニス競技は、通常の屋外競技に加えて、 室内競技の2種類が実施された。ケーリングが女子シングルスの銀メダルと混合ダブルスの金メダルを獲得したのは通常の屋外競技である。女子シングルス決勝ではケーリングはフランス代表のマルグリット・ブロクディスに6から4、3から6、4から6の逆転で敗れた。混合ダブルスではケーリングはハインリヒションブルクとペアを組み決勝で スウェーデン代表のグンナーセッターオールジークリット、フィック組を6から4、6から0で破って、金メダルを獲得した。1900年パリ五輪で、女子選手のオリンピック参加が認められて以来、ドイツ人の女性が、テニス競技で、オリンピックメダルを獲得したのは、史上初であった。この時、ケーリングはすでに32歳を迎えていた。ドイツ人選手による、 オリンピックテニス競技の金メダルは第1回近代オリンピックの1896年アテネ五輪男子ダブルスで優勝したフリードリヒトラウン以来であるがトラウンは個人参加の時代にイギリス代表選手のジョンピウス・ボランドとの混合チームを組んで金メダルを獲得したそのためドイツ代表選手同士の組み合わせによるテニスの金メダルは ケーリングとションブルクが初めてになる。オリンピックの後、ドラケーリングはドレスデンでテニスコーチの仕事に携わった。第二次世界大戦の終結直前、1945年2月13日にドレスデン大空襲が起こり、64歳のケーリングは空襲のためドレスデンの自宅で死去した。ありがとうございます。